公共曲第3番に蝶々 D200 はフランツ・シューベルトが1815年に作曲した公共曲。1815年5月24日、シューベルトが18歳の時に作曲し、第2番から約2ヶ月を経て引き続き作曲した。最初の47小説は同年の5月に書き、残りの部分は同年の7月11日から19日のわずかな 期間で書き上げたシューベルトの公共曲の中で最も短いが、第1番、第2番より一層引き締まっており、楽器の使い方にも新しい効果がある。シューベルトの生前の演奏については、不明な点が多く、よくわかっていない。1860年12月2日に、ウィーンの楽友協会の演奏会で、ヘルベックの式で修学章のみが演奏された。また、 全曲の初演は1881年2月19日にロンドンの水晶宮コンサートでアウグストマンスの指揮によって行われた。また、第3番はモーツァルトやファイドンの影響が濃いが、その前の公共曲第2番と比べるとシューベルトの個性が現れており、また民謡との関係が深い。ワルター・フェッターはこの曲の第2楽章が最も重要であるとし、 その主題が14世紀のドイツの民謡、マリアの子守歌とほとんど同じであると指摘している。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、ティンパに、言語部。全音楽章の構成で演奏時間は約23分。ありがとうございます。